ではこれから、夕焼けがなぜ赤く見えるのかというのを、実験したいと思います。お昼の太陽は見上げてみると白い光をしているけど、5時とか6時になると、空の光、太陽の光が赤くなります。さあ、なぜ色が一体変わるのかというのを今日は実験するんですが、まず人間の見える色の光というのが7色があって、7色あってですね、虹の色ね。そう、実は太陽の光というのは虹の色が混ざって白になります。で、赤になるにつれて光というのは曲がりにくいという秘密があって、紫になればなるほど光は曲がりやすいという秘密があります。で、さあ、お昼は皆さんの距離から太陽がとても近いです。だから日中はとても暑いですね。しかし夕方になると太陽の距離というのはとても遠くなります。で、私たちは空気に包まれているんですが、その空気の中にはゴミや塵、水蒸気といったたくさんの物質が目には見えませんがたくさんあります。太陽の光がそれを通るときに実は不思議なことが起きます。ではじゃあ実際実験してみましょう。使うもの、ライト、懐中電灯でもいいですし、なければ携帯のライトでも OK です。ライトですね。白いライト。そして次、細長い筒状のもので、お水が入れられるものだったら何でもいいです。ペットボトルでも、実験は可能です。そして次に使うのが、樹脂ワックスです。これはフローリングなどに使う石鹸なんですが、もしない、お家にない場合は牛乳でもいいですし、あとは、石鹸水でも、実験可能です。で、混ぜるためのこれはマドラーですが、割り箸でも OK です。さあ、じゃあ早速実験していきましょう。さあ、先生はですね、室内で明るい場所でも実験したりするので、ちょっとライトをこういう筒も用意しています。で、まず白いライトをつけて、この、お水を入れた容器をまず白いライトで照らします。すると何も起きませんね。これでまだ何も起きません。で、この中にこの、お水の中を、空の状態に再現したいと思います。空は塵やゴミや水蒸気がたくさん入っているので、これをこの樹脂ワックスで再現します。この中にシワックスを入れると、さあどうでしょう、見えるかな。ライトに近いところは青白くなっていて、離れていくと少し赤っぽくなっているのが見えますか。実はこれが、今空の夕焼けの状態を再現しているんですが、じゃあ見やすいように、じゃあ電気を消してみたいと思います。わかりやすい。すごくわかりやすいですね。見えますね。さあ、一番上が赤くなりましたね。この赤い光というのは、曲がりにくくまっすぐ進むので、太陽が離れた夕日の場所に来た時には赤い光だけが皆さんの前に届きます。で、この赤い光、曲がらず進むということを実はね、皆さんの周りにこの秘密がたくさん使われています。救急車やパトカーのサイレンの、ランプは赤色ですよね。または車のブレーキランプも赤です。もし霧が濃い時や、大雨が降った時に、見えにくくなってはとても危ないので、こういう緊急車両や警告の色は赤いランプの色が使われているというのも一緒に覚えててください。次は、皆さんの大好きな虹は一体なぜ起きるのかというのを、実験したいと思います。さあ、虹は、雨の後に太陽が、出てきた空に虹が、出てきますが、一体虹はなぜ雨の後に空に、出るのでしょうか。それを今日は実験したいと思います。まず、じゃあちょっと虹の原理を説明します。さあ、
先ほどの実験で言ったんですが、人間の見える色は7色です。これを可視光と言いますが、さあ雨の後に必ず虹は出てくるんですが、それは空には雨の後目には見えませんが、たくさんの雨粒があります。で、はい、さあ前に実験したように光というのは水の中を通ると曲がります。で、たくさん雨の粒が空にはあるんですが、太陽の光が入った時にこの雨粒の中で、太陽の光が曲がって、この時に、色によって実は曲がる角度や曲がりやすさが先ほどの、夕焼けの実験と同じように曲がりやすさが違います。雨粒で太陽の光が曲げられて、そして色がどんどんですね、曲がる角度が回る屈折率が変わって、そこから出てきた色が虹になるという、これが虹の原理です。で、これを実際に、見ることができます。さあ次に使うものは、レプリカフィルムというシートです。で、このシートは、通常購入する、ところがないので、インターネットで、購入することができます。だいたい500円ぐらいで購入できるので、ぜひね、購入してみてください。レプリカフィルムまたは変更フィルムという名前でインターネットで販売されています。そして次に使うのはライトです。これも、お家の照明でもいいですし、太陽の光でも、明るい光ってるものであれば何でも OK です。それでは実験してみましょう。さあまずこのライト照らしてみると、はい、白い光になると思います。さあ皆さん、これを太陽の光と思っててください。そしてこのレプリカフィルムが雨の粒だとします。この雨の粒のシートを通してこの光を見ると、この白い光には何色が混ざっているのかというのを調べることができます。カメラに近づけます。さあどうなってるか見えるかな。さあ見るでしょうか。さあ白い光に虹色が混ざっているのが皆さん、確認できますか。さあ実はですね、はい、この偏光フィルムというのはとても細かい溝がついていて、はい、白い光がこのフィルムを通すと、雨粒と通った時と同じような原理が起きて、虹色に見えるというわけです。はい、虹色に見えましたね。はい、雨の粒に当たるとこのように、色によって屈折率が違うので、雨の粒の中で屈折して色が分けられるのが虹の原理です。で、レプリカフィルムが虹色に見えたのは、もうレプリカフィルムは目には見えないって細かい溝が入っていて、外から入ってきた白い光がこの溝を通るとき、この雨粒と同じように、中で 色が屈折、光が屈折をして色が分けられるという、いう原理になっています。さあ、でぜひですね、このレプリカフィルム、購入してこの虹の秘密で、またはいろんな光をぜひ見てみてください。そしてこの虹の秘密を発見した博士は一体誰か、皆さん知ってますでしょうか。さあ、この虹の秘密を発見したとても有名な博士です。誰でも一度は名前が聞いたことがあるアイザック・ニュートンという科学者です。さあ、アイザック・ニュートン、じゃあどんな子だったかというと、イギリス出身です。イギリス出身の科学者で、お家がとても貧乏だったため、ニュートンはおばあちゃんと二人で住んでいました。お父さんお母さんは遠くに働きに出ていたそうです。そしてニュートンは小さな時からものづくりが好きな男の子、その小さな時からいつもいろんなものを作っていました。で、ある日、水の力でくるくる回る水車を作ったんですが、その水車を作って早速川へ実験しに行ったそうです。すると実験をしている最中、学校で一番のいじめっ子が寄ってきて、ニュートンのこの作った水車を無理やり使おうとしたそうです。するとニュートンが、やめてと断
断ろうとしたところ、このいじめっ子が怒って、このニュートンの水車を蹴飛ばして壊しちゃったんですね。とても悲しい思いをしたニュートン、そこでなんととても怒ってですね、このいじめっ子に頭突きをしたそうです。今じゃ問題ですね。今じゃやったらダメですよ。頭突きをしたそうです。でもしかしこの時ニュートンですね、自信をつけます。そう、いじめっ子にね、怒って歯向かったことで、いじめっ子が逃げていったと。じゃあ僕は勇気を出して何でもトライすれば、どんなことでもできるかもしれないと言って、ここで自信をつけて、その日からとても苦手だった勉強もニュートンが頑張ったそうです。さあ、勉強も頑張ったおかげでニュートンは学校一番の成績で卒業し、科学の学校へ進むことができました。そこでニュートンはいろんな博士の本を読んで理化学をとても勉強したそうです。そしてそんなある日、雨の後、空を見上げてみたところ、虹が出てたんですね。さあ、一体虹はなぜ出るのだろう。そう思ったニュートンはお家に帰って光の実験をたくさんしたそうです。前回皆さんがやった光が曲がる屈折の実験などをたくさん実験を繰り返して、ついにニュートンは虹の秘密を発見します。さあ、それが雨の跡ということは、空には雨の粒があるはずと思ったニュートン、ガラスで三角の雨の粒を作ったそうです。そして作ったガラスで、太陽の光を覗いてみたところ、外から入ってきた太陽の光が、この三角のガラスの中で曲がって色が分かれるというのをニュートンは世界で初めて発見します。こう発見したことをプリンピキアという本に出して、ニュートンは世界でも有名な博士になったというのを皆さん覚えてください。